激闘を前に観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。エスタディオサンマメスへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはディビジョンライバルズの一戦。これは節目となる試合になりそうですね。ネイマール、攻守の切り替えが大事です。さあクライフだ。サイドのスペースを使います。ボールは相手に渡ります。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な4-5-1ですね。ワントップの選手の動きがポイントになります。これでゲームがっちりキャッチします。皆さんもご存知でしょう、クライフです。走り込んだ味方にスルーパス、マフレズへ。マフレズにチャンスです。ボールをしっかりとクリア。失点してもおかしくないシーンでした。リオネル・メッシ、エンゴロ・カンテ、メッシ、ボールを回して味方の上がりを待ちます。メッシのスルーパス。試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。ポグバ、トレゼゲ、あっとこぼれた。アウベルト、ロベルト・フィルミーノ。皆さんもご存知でしょう、クライフです。さあどうする、このシュートで追いつけるか。来たー、ゴール決まった。点を取った直後の失点ですか。得点後に集中が切れたんでしょうか。すぐに失点も帳消しにしました。目まぐるしい展開です。この1点はいろいろな意味で大きいですね。素晴らしいゴールです。エンゴロカンテ、ポール・ポグバ、素晴らしいボールです。攻撃は今一つ。ムバッペ、ワイナルドゥム、メッシへ。キーパーのダイビングセーブ、ギリギリで止めました。コーナーキックを蹴った。この攻撃は実を結びませんでしたね。再度やり直しです。コーナーキックは簡単にカットされました。この位置からプレッシャーを受けている。カルロス・アウベルト、アウベルト、セルヒオ・ラモス、ロベルト・フィルミーノ。ここでボールを失います。カンテ、ポール・ポグバ、ムバッペ、見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。さあクライフだ。メンディ、ラファエル・バナーニ、リアド・マフレズ、
ボールを回してチャンスを伺います。カンテ、ポグバ、ムバッペ、強い、体をうまく使います。ボールを取った、ネイマール、入るか、押し込めるか、うまく読んでいましたね。今のシュートは惜しくも枠でしたか。決まっていれば1点リードだったんですけどね。ポール・ポグバ、カウンターアタックのチャンスです。アルトゥール・マスアク、サポートの選手がいます。チャンスにできるか。ポグバ、エンゴロ・カンテ、ディフェンダーのインターセプト。ロベルト・フィルミーノ、これはカウンターを狙えそうです。決められるか。ムバッペ、エンゴロ・カンテ、狙える位置です。ボールを運んでいます。ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。ディフェンス側がスペースを与えすぎですね。こんな距離を走られる前に潰しておくべきでした。トレゼゲ、カンテ、ワイナルドゥム、サイドへパス、横に展開してきます。ムガッペ、しっかりとパスをつなぎます。さあどうする。いいパスが次々に通りましたがゴールにはつながりません。メンディ、リアド・マフレズ、ケビン・デブライネ、ロベルト・フィルミーノ、フィルミーノがスルーパスを狙いました。入りました。試合はまだ中盤ですがさらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。この距離でシュートを打たれるとキーパーはどうしようもないですね。ゴールに向かう嗅覚を褒めるべきでしょう。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。ネイマール、皆さんもご存知でしょう、クライフです。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。デブライネ、ネイマール、打った、ポストに当たって入りました。ボールを回して味方の上がりを待ちます。ムバッペ、
狙える位置です。ボールを運んでいます。ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。ロベルト・フィルミーノ、フィルミーノがスルーパスを狙いました。